speak or listen, you know, you have the ability to read faster, your voice become louder and louder. That's a very good sign. 今言ったことは、最初はみんなちっちゃい声なんです。ところが、徐々に上手くなっていくと、どん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 声が大きくなってね、最初はみんなの声がね、大きく聞こえるんですよね。これはね、皆さんが一人一人がとっても自信を持って発音できるようになったという証拠なんですね。はい、じゃあ今、ここまでで、今6分経ちました。スタートですね。6分の間に、ゴールメダルを取れた人はちょっと手を挙げてください。何人かいましたけど、ちょっと手を挙げて、大きく手を挙げて。はい。1、2、3、4、5。5人か。OK。6人。はい。もっともっとやれば、あとちょっとっていう人もいっぱいいると思いますよね。はい。では、もう一度、OK。もう1 more chance。ゴールメダルを取れるように、please try。1 more time。OK。今度は、もう意味を調べている人何人かいましたね。それもとってもいいことです。意味を調べて、それを分かった上で読むと、分からないで読むとでは分かった方がいいですね。まあ、それも含めてですけども、今から、これはチャンスですから、はい、もうあと5分あげますから、その間にゴールメダル取れるように頑張ってください。OK? はい、じゃあ、もう一度、5 minutes。意識してゴールメダル、OK? いいですか？はい、行きましょう。はい、どうぞ。じゃあ、ゴールメダル取れた人、手を挙げてください。僕、言って聞かせてもらいます。OK? はい。